J3 の経験もあります。バングーナガンデカシーフ、あーこれはミスになった。北九州逆にチャンスか。加藤のシュート、ただキャッチしています児玉。いやー東京は危ないし、あーっとちょっとここもミスになった。ちょっとバタバタしているか東京。町の折り返す、飛び込んで決まった、北九州2点目。しかも新加入の国部が決めました。北九州です。なんと今日は新加入ディサロに続いて入ったばかりの国部が決めて2対0。フリーで冷静に流し込みました。しかもアシストも今シーズンから北九州でプレーする町野。